けだと、チェックにならないので、金額的にはあまり意味がないので、もう一遍やってもらわないと、メニューがもらわないんだけど。今ちょっと復旧させてます。山田さん、今状況どうなってるの？繋がらないんだよ。多分これで使われるなってことなんですか？で、いらない機体の電源は全部切って。入れ直せ。1190。1111ですね。1111ですよ。うん。はい。入れ直す。うん。これはこれで貴重なデータかもしれん。101って繋がんない。101はいいんですか？だからピン帰ってきても繋がんないんだよ。中身一番新しいのになってる。はい。中身書き換える準備しろよ。ねえねえ、スイッチ起動はできないの？スイッチ起動は。無線つながなくていいから、スイッチ起動ではいけないよ。特にキーパーとか、特に無線スイッチがないよ。できれば1日1度でしょ。1110繋がんない。繋がらないですか？あ、111です。キーパーはスイッチだよ。え？111？ 110は今、想定したので。それは繋がんねえわ、お前。5、はい、10秒前、5、4、3、2、1、B。 はい、じゃあ山田さん、手空いてないのか。ポール持ってボール動かしてくれていいよ。うん。うん。いいよ、このままシュートして。ホールディングでインダイレクトフリーキック敵がいないな。いやいや、山田さん、ここ来て、はい、どっちにしろインダイレクトだから直接ゴールはダメだし、うん、はい、そっちのボール避けて。何？いや、入れ。はい。よし、じゃあどうぞ。はい、ゴール。はい、得点入ったよ。15秒前。10秒前。じゃあもう一つはスイッチスタート。5、4、3、2、1、P。なんかすごいおかしいんだけど。うん。サーブおかしいよこれ。どう見ても。はい。はい。
壊れるよ。うん。うん。はい。はい。なんでモーションこれのままなの？ゴール。なんでモーションこれのままなの？ダウンしてる時に差を入れたから。だからやっぱりあの差を動かさないはい、10秒前。5、4、3、2、1、ピッ。そっち動かしていいよ。繋がったけど動かねえな。うん。もう10秒経ってる。あとそれと山田さん、そんなボール早く転がさないでくれる？さっきから全部シュート気味に転がってくるんで。スタートは遅れます。山田さんが蹴ってた真ん中。そっか、はい。こっちのシュートだからそこじゃねえだろう。5秒前。4、3、2、1、ピー。ポールポールポール。はい、あと1分。あと10秒。5、4、3、2、1。